ドンチャリウス。はい、ということで今回なんですけど、今まであのスタイリング紹介とか、あとはクローゼット紹介とかでいろんなね服を紹介してきたんですけど、その中でも確かね一回も登場してないし、結構レアなというか、ちょっとね正確な数字まではわからないんですけど、おそらく世界にね20着も多分ないんじゃないかなっていうね、あのレアなアイテムのうちの1着をね僕が、ちょうど持ってますので、あのせっかくならね動画で紹介して、なんかねこんなおもろい服もあるのかとか、あとはね洋服自体に、興味をねより持っていただけたらなという感じで、紹介していきたいと思います。という感じで、今回紹介するアイテムなんですけど、トレンチコートなんですけど、はい、こういう感じで全体はね、はい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 。まあ、まずねブランドから言うと、これはダブレットの、アイテムで、シーズンが18年秋冬のアイテムです。なので結構前というか、まあ、3年ぐらい前の、アイテムなんですけど、あのいつ買ったかっていうと結構前に買ってて、2、3年前、それこそ2、3年前に買ってて、なんでね今まで紹介してこなかったかっていうと、確かあのクローゼット紹介をの動画を撮るタイミングでちょうどねクリーニング出してたりとかで、いろいろタイミングがあるってね今まで取れなかったんですけど、まあ、2、3年前に、カードでね、クレジットカードで分割払いで買って、あの数ヶ月間ね地獄を見た覚えがあるんですけど、っていうね話は置いといて、まあ、まずね、このアイテムの特徴なんですけど、はい、こういう感じでね、まず生地ですね。生地がこれちょっとねカメラで伝わりづらいかもしれないんですけど、めちゃくちゃねいい玉虫の生地が使われてます。こういう感じでもうちょっとね、伝わってほしいんですけど、はい、こういう感じで、この玉虫の生地はね、僕個人的には今まで見たね玉虫の生地の中で本当トップレベルというか、まあ、トップかなぐらいで、いい生地が使われてるなっていうのがもうパッと見でね分かるぐらい、光沢感とかこの色の反射の表情というかが、豊かなね感じの生地が使われてるっていうのが、まず特徴の一つで、2つ目の特徴というか、まあ、これがね一番の特徴なんですけど、はい、こういう感じでさっきもお見せしたんですけど、この、まあ、あのウエスト部分のベルトに、キーホルダーがねたくさんジャラジャラとこうつけられたようなデザインになってて、これよくね、後から自分でつけたんですかって聞かれるんですけど、これもともとこういう、商品です。はい、こういう感じで、まあ、せっかくなんでねこのキーホルダーのラインナップをお見せすると、はい、まず、銃で、こっち行って骸骨が2体で、この骸骨もねちょっと今分かりづらいんですけど、片方が蛍光色で片方は透明なんですけど、この蛍光色の方は暗闇でね光る、まあ、蟄光素材が、使われてますと。で隣行って、ラグビーボールとホイッスルで、ビヨンビヨンで、ヤシの木の形をした、まあ、クリアキーホルダーで、ダイヤルロックビヨンビヨン2、サイコロ、サメの背びれわかんない、これ何なのかね、これ僕もわかんないんですけど、で、自転車のキーホルダーと、フクロウ笛でなんか標識、道路標識のキーホルダーと、あとこっち行ってまあカラビナ、なんだこれ、なんだろう、まあフックみたいなのと、麻雀牌と、あとはこのニコちゃんと、あと手錠ですねっていう感じで、このなんかねキーホルダーの何チョイスというか、この使われてるキーホルダー自体もねいろいろ面白いのが使われたりとかっていう感じで、もうねこう遠くから見てもね結構存在感があったりとか、こう動いたりするとチャカチャカ鳴ったりとかっていう感じで、ね、全体的にこう遊び心があるような、感じになってますっていうのが、まあ、一番の特徴かなと思うんですけど、このトレンチコート自体のシルエットというか、まあ、フォルムというか、形的には非常にね、なんだろう、王道のというかすごいねスタンダードなというか、形はスタンダードで、生地もめっちゃ上品なものを使ってるのに、そこにねこういうストラップがついてるっていう、そのなんかねギャップがあるような、トレンチコートで、まあ、このねトレンチコートの内側のタグに商品説明が書いてあるのでちょっと読み上げますと、フック付きの装備をベルトのハトメの穴に通すことができるガンベルトからのインスピレーションで、そこにふざけたキーホルダーがついていたらなんて考えて、ベルト付きのアイテムの定番であるトレンチコートにそのアイデアを落とし込みました。ベルト部分以外はすっきりとした正統派のシルエットや上質な生地を使い、キーホルダーとの落差を楽しめるデザインになってますと、
キーホルダーは創業70年の日本の観光地のお土産キーホルダーを作り続けている工場を探し出し、そこのデッドストックのキーホルダーなどを使用させてもらいましたというような説明がね書かれてるんですけど、確かにねこの、ここに使われているストラップとかって結構ねしっかりしてて、例えばねこの銃とかはこれ、ね、ちゃんと引き金かこれわかんない、引き金こっちか、ちゃんとねこう撃てるんですよね、こういう感じで。だしここがねこれ、なんかこれ場所ちょっとね名前わかんないんですけど、弾倉っていうのかな、まあ、この弾を込めるリボルバーの部分もちゃんと動いたりとかっていう感じでしっかりしてるなっていうのが、まあ、ここでもねまずわかるし、あとはこっちの手錠とかもこれね確かね僕いじったらちゃんとこうカチってねこのついてる鍵で、開けることができたりとかっていうのもあるし、このストラップに関しては全部ね取り外しが可能なので、まあお好みでつけたりとか、まあ、違うものに付け替えたりとか、あとは全部外してね着ることもできるし、全部外すとねよりこうなんだろうな、普段使いしやすいというかスタンダードなトレンチとして、使えますし、まあ、形とこの生地がねめちゃくちゃいいので、外すとまあシンプルにかっこいいトレンチコートになるというような、感じです。このねコートには僕ね一つエピソードがあって、これ確か買った日かな、このコートを買った日かちょっと忘れたんですけど、確か買った日になんか友達と飲む予定があって、でまあこれ飲みに来てって、でその帰り道かな、友達が酔っ払いまして、ここについてるね笛、さっきお見せした笛なんですけど、これをね吹き出したんですよ、急にピーとか言って。でその瞬間ね僕はここについてるおもちゃというか、このキーホルダーってちゃんと鳴るんだっていうか、しっかりしてるんだなっていうところに感動を覚えたと同時に、一気にねそのピーって音で酔いが覚めて、友達にブチギレそうになるということを鮮明に覚えてますけど、まあ結局ね切れずに、家に即座に帰ってこの笛を洗浄したのを覚えてるんですが、まあまあまあそのエピソードは置いといてね、実際にねちょっと今から着てどんな感じなのかお見せしようかなと思います。はい、ということで実際に着てみたんですけど、こんな感じです。はい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 、どうでしょうかやっぱねこれいいな、やっぱねその生地もいいし、シンプルにねこのトレンチ自体の形がめっちゃ良くないですかね、このオーソドックスなんていうかすごい王道の正統派のって書いてありましたけど、まさにだなっていう感じで、シンプルにコート自体がかっこいいし、生地もめっちゃいい生地が使われてるけど、こう後ろにね、すごい遊び心があるような感じで、こう歩くとねこうチャカチャカ鳴るっていうのもね、なんか歩いてるなって感じがして、僕的にはね結構個人的には好みですし、あとはまあこの付けられてるキーホルダーが結構なんだろうな、カラフルなというか色物のものが結構多いんで、それも映えて、面白いかなと思いますし、やっぱねこれ着てね街歩いてたら大体ね二度見されますんでなんだあれみたいな、何つけてんだみたいな感じでまあまあまあそんな感じです。どうでしょうか、やっぱねこれいいな、こう前だけ見てもねシンプルにめっちゃかっこいいなと思うんですけど、後ろ見ると一気にあれみたいな感じで、どうでしょうか。はい、いいね、やっぱいいな、これこんな感じで非常に気に入ってます。はい、ということで今回はおそらくね世界で持ってる人がほとんどいないであろうダブレットのトレッチコートを紹介したんですけど、まあこの動画をきっかけにより服に興味を持つ人が増えればいいかなと思いますし、なんか感想とかありましたらねコメント欄までお待ちしてますし、あとはなんかこういう感じの路線でね、なんかブランドのシーズンのアイテムデザイン性聞いてて面白いしかっこいいですよみたいなアイテムがありましたら、ぜひね共有していただけると嬉しいです。はい、とまあね今回はそんな感じでした。またなんかね僕が面白いアイテムとかを手に入れたらね紹介しようかなと思います。とまあね今回はこんな感じでした。また